おはようございます。おはようございます。なんかこれ秋だな。いいですね。今日暑いけど、はい、暑さは暑いけど、なんかこれ秋の日差しじゃない？もうそうです、夏の日差しじゃないですね。照り照りはしないですね。つい最近まで沖縄にいたから、やっぱ沖縄の夏は暑いな。あ、暑かったですか？暑い。臭いよ。何これ。あ、ここは茂原サーキットか。茂原サーキットです。一緒に来たの多分初めてです、ね。これ海の近くだな。この日差しは海の近く。今急に暑くなった。急に暑くなってきたよ。これまだ夏じゃねえのかお前。秋じゃないよこれ。今じりじり来たじゃねえかよ。来ましたね。なんだよお前よ。ということで今日は茂原の地方選が再来週にあんのかな。そうですね。で、しゅうちゃんがね、またね、茂原に出るんですよ。今週はなんか日光サーキットだった。今週は日光サーキット、今週は日光でフォーミュラディで、来週は茂原で地方選。忙しいですね。で、再来週はまた何かあるんだよ。忙しいですね。もうなんかプロドライバーになってね、プロよりも多分走ってんじゃないか。最近世界のおばちゃん全然走ってないんでもう車の乗り方忘れちゃったもん。オートマしか乗ってないんで、ギアチェンジができない。ギアチェンジができない。ということでね、前回茂原の大会はあまりにも審査員がクソだったんで、今回はなんと審査員に俺の嫌いな上野が審査員になるんです。茂原の地方選、上野は俺的には大嫌いだけど、あれ審査員としては結構まともなんだよ。 あいつはね、この間の審査員みたいに全部見れねえとかそういうこと言わないし、結構ちゃんと見てる。しかもギャラ安くてもちゃんと動くし、やっぱりね、金の代償とかそういうのダメだよね。あ、お金もらってるからやるとかやらないとか。そう、金を少ない金でももらった以上ちゃんと責任を持ってやる、はい、それを姿勢は嫌いな上野でも好きだね大嫌いなんだけどね。好きじゃない、好きじゃない上野のこと。ただ上野の上野が種付けた息子は、ほらこの間養子縁組したじゃん。だから好きだよ。上野が産んだじゃないね。上野が種付けた。あの子は好きだね。ちょっとまだ野生ファクトリーで働くにはちょっと無理だけどな。あ、それは社会経験としてですか。そうそう、メンタルがまだ弱すぎる。あいつが野生ファクトリー来たら1週間も耐えた。この間のあの韓国お好み焼きなんだよ。チヂミ。ああ。ネギパジョンのお皿を頭に乗せてるの見ただけでもうビビってた。熱々の鉄板ですね。お母さんに電話して、お母さん僕チンチン取られちゃうかもしれないって言ってたっていうどんだけヤシオファクトリーすごいんだよお前暴力団かよっていうそういうことで、審査員の言った通りの走りをできるように今日はチェックします。ああ、なるほど。後で審査員になるやつの
高橋邦明と話してどこがどういう風に走りゃいいのか聞いて、その通り走りゃいいんだろって、文句ねえんだろって話をして行ってみましょう。はい、はい、ちょっとさ、あの里見のちょっとお尻、ちっちゃいのお尻がね、感情じゃなくて触りたい。ナチュラルに触りたい。ナチュラルに触りたい。別にいやらしくないじゃん。それ痴漢と一緒か？そうかもしれない。いやでもあの断ってたら痴漢ではないですよね。許可を得ている。そうそうそう。はい、でも痴漢の心境ってナチュラルに触りたくて触っちゃったんだろ。そうですね。あの許可を得ずにですね。ああ、そうですね。そこで許可を得れば OK だ。OK ですね。これね。これちょっともうちょっと大きい方がいいな。ああ、もうちょっと。里見ちょっとお尻が小さいな。ああ、なるほど。でもこれ水着になるとすごいんだよ、里見。骨盤の大きさの問題ってことですね。いや、裸になるとすごい体なんだよ、里見が。これ動画にするんですか？意外となんか痩せてなんかススって感じじゃん。はい。違うんだよ。パイパイとかボヨンボヨンなんだよ。出るところはちゃんと出てるね。引っ込むところは引っ込んでるし、あれジーパンのお尻だと大したことないじゃん、はい、あれ脱いだらすごいよ。脱いだらすごいですね。すごいね。本当に。じゃあもうしょうがない、もう里見のヌード写真出しちゃうか。ヌード水着じゃなくてヌードなんですか。ああ、ヌード、水着のことをヌード写真とは言わないか。そうですね。水着は水着写真。水着は水着ですね。今度里見のヌード撮ろう。ヌード。いや、それ YouTube に上げられないですよ、それ。いやいや、だってほら、タイタニックだって、ほら、あの女の人のことこう、乳が見えない、ちょっとだけ隠す人。ええ描き方してるでしょ。ああ、そうそう、見えなきゃいいんですもんね。いいでしょ。いや、見えなきゃいいんですね。そうで見えない場合は、そうですね。要は乳首が見えちゃいけないんです。そうです、そういうことです、そういうことです。なんかちょっとだけ告白して。そうですね。これがほら、篠山紀信の巨匠と同じような感じで俺が撮る。巨匠になるんですね。巨匠って大体エッチだよね。巨匠と言われる人って大体ろくな人いないでしょ。そう思わない？巨匠って言われてる人でまともな人いた？いや、まあ、でもまともじゃ巨匠になれないんですよね。ああ、そういうことか。芸術家だから。そうですね。やっぱちょっとイカれてないとどっか飛び抜けないんですよね。そういうことだな、はい、俺まだ巨匠にはなれないな。あ、まだなれない。なれない。巨匠だったらもうだっていきなりもうあの T シャツ破いてる。もうそれ犯罪者ですね、もうそれ。俺まだなんかちょっと羞恥心というかそういうのあるもん。まあ、あの理性を保っちゃってるもんね。そうそう、恥ずかしいなってのあるもん。意外と恥ずかしがり屋だから。意外と面と向かって2人になるとできないから。ああ、そうなんですね。そう、意外とできない。これ何の動画なんですか。これはあれ、練習会。もうドリフト何も関係ないですよ、ね、地方戦の練習会。高橋邦明がいないからさ、はい、あいつなんで来ねえんだよ俺に挨拶。なんかさ、最近なんかコメントが入ってきたんだよ。動画にいいですか。あのこの間の俺が文句言ってるやつに対して。ああ、はい、その地方戦のやつですか。まあ多分あれはあの
俺みたいに悪態ついてるやつは悪い人だと思っちゃうんだよ。あなんか外面が良くてなんか愛想がいい人はいい人だと思っちゃう、はいはいはい、そこがもう間違いなんだよ。そこがもうバカだっつってんだよ。じゃあ芸能人見てみろお前、人気商売だからお前、俺みたいに悪態ついてるやつなんかいねえだろお前。そうですね、別に俺はお前らに指示なんかされようと思ってねえから本当のこと言ってるだけだよお前。富士山ってわかるかお前、あんだけお前綺麗に見えたって、近く行くとお前中国人がうんこしちゃってお前クソだらけでお前汚れんだぞお前。それと女え、そうなんですか、今そうらしいよ。それと一緒なんだよ、芸能人も近く行くとなあらが見えんだよ。それと一緒。やっぱり審査をしてる審査員はやっぱり現役のドライバーが一番いい。あ今でも走ってる人。そうだから上野みたいに下手くそでも未だに現役じゃん。そう、D1 走ってますもんね。走ってるって言わねえけどな、あいつほとんど予選落ちだから走ってるとは言わない、ただ参加してるだけだけど、それでも一応見る目がある。ほらだって普段ずっと見てんだあいつ走ってねえから。逆に予選落ちしちゃってそういうことか。あとの 1日はほとんど走ってんだよ、見てんだよ、だから見る目があるんだよ。だから上野みたいなのが一番いいと思うよ。D1 に出てて予選落ちしてるやつら。それ審査員はかなりいいと思うよ。それあの不名誉ですねそれ。ちょっとなんでだよなんでそこで受けてんのよそうじゃない、だって自分で実際決勝まで走ってるやつほとんど見てねえんだよ他の人の走り。まあ、あの車の中にいるか自分のところのピットにいるわけですもんね。だって自分で走っちゃってんだから見れないじゃん、ね、よその人の走り。上野みたいになって今年なんかだって一回も予選通ってねえからもう常に見てんだから人の走りを。それはお前見る方が上手くなるだろう見るのが上手くなる。だからあいつは審査員には持ってこいなんだよ。だからビクトリーでも俺たちだってあいつに審査されててなんか不満がないもん。ああ、でもそれは走る側としては大事ですよね。だからああいうやつが必要なんだよ、常に予選落ちしてるやつが審査員としては。んなお前あれだよお前、常にトップグループ走ってるやつなんて審査なんかできないよ生意気で。ああそうなんですか。そうそうそう、もう生意気になっちゃうからそういうやつって。うん、俺は偉いだろって、はいはいはい、偉くもねえのにちょっとドリフトが上手いだけで。そうだろそうだろって。で上野みたいにさもう30年もドリフトやっててもうね、それこそ予選通ってない大会あれフェルスタッペンの10連勝よりもすごいんじゃないのあいつ。それはあの予選通らなかった連勝ってことか。そうそうそう予選通らなかった20回ぐらいあるんじゃないの、もう20連発ぐらい。大丈夫なんですかこの動画。大丈夫だよフェルスタッペン。うん、あらあらおはようございます。ちょっとなんか上野の話してたよ。ちょっとこれバンされない大丈夫。わからないです。もしかしたら収益外されるかもしれないです。収益はちょっと困るんだよね今。いやでもフェルスタッペンの10連勝もすごいけど上野の予選落ちの連続数もすごいと思うよ。もう鉄人の息でしょあれコメントはしづらいですね。だってお前車レクサスだぞお前。RC ですね。あ違いましたっけ。 RCF じゃないけど安い RC だな。一応車的には人並みのすげえ金かかってるわけだよ、はい、それでお前連続予選落ち回数鉄人でしょもうああいうやつも必要なんだよ。でもあの年数走ってる人ってなかなかいないっすよね。いやいやいや、だから上野だけだよ。あ、そうなんですか。連続100回だか200回だか走ってるのは上野だけ。連続で今までその D1 が始まった当時から今までずっと一回も欠席しないで走ってたのはあいつだけ。あ、そうなんですか。皆勤賞だ。そう、ただまあ走ってるっつってもほら予選で落ちてるから普通の人の3分の1しか走ってないじゃん。あれ昔も予選落ちってありましたけど、社長が走ってた頃も予選落ちてた。あれ当たり前だよ。でベスト16しかないんだ。うーん、だからタイヤなんか1大会に2本ぐらいしかつかないからね。
あ、この予選で数本走るのと練習走行とみたいな。練習走行今1セットぐらいしか使わないじゃん。走れない。少ないんですよね。少ない。で予選で2泊だろ。だから4本しか使ってない。はい、多分ここ10年で40本ぐらい。エコですね、うん、すごいエコ。お金使ってないから。タイヤなんかもらってんのなんかもう余っちゃってっから、あれ売っちゃってんじゃないの。まあもう想像の話がなんかすごい向こう側まで行っちゃってますよ。まあ上野は大丈夫よ。嫌いだから。嫌いだから。嫌いだから。でも今回の地方選楽しみだね。モバラの審査が公平だから。はいはいはい、はい、あれバカのくせして審査うまいからレアロもろくに売れないだろ。ハンドルだけは売れてるらしい。うん、なんか結構見ますよね。ハンドルはすごい売れてるって。もうハンドルだけであいつ生きてるらしいから。そうなんですか。ハンドル以外何も売れないですよ。へえ。この間なんかちらっと大会の時にそんな話してたよ。ハンドル買ってください。おい、おい、おい、おい。練習行ってきます。まあ、20分動画回してて走ってるとこ1秒まで映ってないんですよ。そういうことですね。回ろうとしてる人はみんなずっとでかく回っちゃってんだよね。これでいいのか感じ。なんかさ、茂原に走ってるとさ、なんか水を得た魚のようだね。茂原好きなんですかね。茂原好きなんじゃないの。はい、ここがでかすぎる。ここまでは良かったんだけど、こっちまで行っちゃった。角度つけすぎちゃうとこっちまで届かないから、
あそこゼロカウンターでもいいから、まっすぐ立ち上がってこいって。もう意外とあれ難しいですよね。いや結構あそこ、要するにあそこをカウンターを当てないでゼロカウンターで来ていいよって言うんだったら別にできる。ただあそこもベーって流しながらあのラインを通ってこようとすると難しい。はいはいはい。キャリパー入ってんだけど、あの純正のオプションキャリパーですね。高いのあれ。え、高いの。高いです。あれ確か見てくる。あれ、あ、見せてもらえますか。いつもそうなんで。ダメだ、こんなのまでついてるよ。これも PRB のパフォーマンスダンパーだろ。これモノブロックなの？はい。50万じゃ買えないだろう。いい車それくらいだ。モノブロックで50万は買えないよ。もしかしてモノブロックっていうのは材質じゃなくて一体成形のことをモノブロックって言うんだ。だから別に単造じゃなくてもモノブロックなんだ。パフォーマンスダンパー99,000円。結構するんですね。もしかして GR サスペンションキットもついてるの。26万4,000円。けど純正に戻してます。メンバーブレースセットも入ってるの。マフラーは？もう入ってる。GR。これ GR のマフラーなの？はい。4本出し。ああ4本出しね。ってことはこれバンパーも変えてるんだ。このここから？はい、そうです。下を。この下だけが変わったの？すごいね、これ GR ドアスタビライザーってなんだこれ。これ僕あの、シャコってなるやつですよね。シャコっていいみたいな。あ、これです、これです、これです。こう動くんですよね、これ。何が変わるの？音が違うの、閉めた時に。ここの密着が良くなって防制が良くなるらしいです。マジかよ。これは1個前の86から多分あったと思いますね。もうフルフルオプションですね。600。で岡村さんがあのこれぐらいって言ったじゃないですか、割引が。それ47万で。あれ俺たちいくらも忘れました。言えなかったんだよな。言えなかったです。あの値引きは言ったらちょっと怒られちゃうぐらいの。もっとです。20何万？買った金額ですか？いや、値引き。30万ぐらいあった。27、28万。結構ありましたよ。そうですね。5万円つったんです。30何万円あったと思いますね。600万もすんのこの車。高級車じゃん。高級車ですね。あ、これスピンタンドついてますね。ん？スピンタンドがついてる。どこのスピンタンド？結構じゃないですか。結構出てるんだ。こんなのは作んねえからよ。早く作れって言ってる。
いけんじゃないかみたいな話ですね。やっぱり力が足んないよ。なんでスポーツ言って NA にこだわるんだろうね。ターボがあるのに。スバルのエンジン使ってるのから別にターボがあるんだからターボつけりゃいいじゃん。そうですね。大人の都合がありそうです。俺ターボ付きでこの300何十万だったら多分飛ぶように売れる。あ、売れるんじゃないですか。値段が上がってしまうからって言えなんだ。そうだ、そうは言うけど、トヨタが300万で作ろうと思った車を日産は絶対300万じゃ作れないから、このぐらい利益率が高いんで、日産だと人間があと1本手がないと無理だと。ああ、そうなんです。3本の手で作らないとできない。だから全てにおいて、そのこういう内装のちょこっとしたものでもトヨタが500円で作れるものを日産は800円とか900円。だから物がいいものが作れるんだよ、トヨタ。はいはい。このキャリパーがすげえ目立って、赤いのですね。見ててさ、すごいキャリパーが。これのヤリスも赤いのついてたよね。ついてました。でも赤くなくなっちゃったよね。いや、赤かったんですけど、はい、この GR って書いてある白いところがもう黄色でした。もう焼けてましたね。あの一瞬で焼けてましたね。だって俺エンドレスのキャリパーつけてたのもんな。そうですね。外しちゃいましたもんね。半年でエンドレスぐらい。はい、でもさっきと5、6回でエンドレス変えた。色が。パッドがなくなる前にキャリパー交換しましたよね。でもあのエンドレスのキャリパーまだ持ってる。別にあれのやり必要なわけじゃないんですもんね、あれ。そうそう、違う。あのブラケットだけ変えれば何もくっつくんですよね。あれだけはまだ1個しかないから、中古車で売るんだったら外してくれる。じゃあ、いじってください。いいですね。よろしくね。ありがとうございます。